間好きな食べ物を誰が一番食べる続けられるか、嬉しいよということで今回ですね、はい、目標24時間で、はい、まあ、1時間に1回好きな食べ物をそれぞれ食べ続けて、はい、誰が生き残るのかやりたいなと思います。ありがとうございます。夢ですよ。目標24時間。はい。じゃあちょっと好きな食べ物、おっくんから。はい。僕の好きな食べ物は、ピザです。よ、うん、で、ピザの一人前っていうと、この M のピザの半分ぐらいらしいんで。あ、怖い怖い。僕はこの M の半分を、1時間に1回いただくと。はい、A ちゃんが俺は海鮮丼でね。海鮮丼。はい。海鮮丼が好きなんだ、一番。海鮮丼よく行って。昨日もね、食いましたしね。あ、そうだ。わー、いいなー。なっちゃんが俺は、カレーです。いや、今回僕カレー本当に大好きで、昨日もココイチ食べたぐらいです。おわでも今回は勝たなきゃココイチに。ココイチ僕は、松屋の牛丼ですね。よく言ってますもんね。ルールとしては今回1人前を食べていく。はい。今回タイガに、メニューを決めてもらってます。はい。で毎回違うメニューが出てきます。おお、ありがとうございます。はい、で今回選んでもらったのが、オックンが、はい、ドミノデラックス、シブジャブさんがプレミアム牛飯、はい、内藤さんがポークカレー、K がマグロ丼。はい。食べ終わったら休憩していいんで。なるほど。はい。で水は OK です。お。1時間以内にもし食べきれなかったらもうリタイアということで、はい、無理はせず美味しく食べれるところまで行きましょう。確かに。新作グッズ発売中、詳しくは概要欄から。じゃあ行きますか。はい、よーい、スタート。いただきます。お部屋食いとかじゃないんでね、これも。そうだね、まずは自分のペースで行こう。いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。これいっちゃうわ、ごめん。48いくかもしんない。2日いくかもしんない。うまっ。いや、いつもあんなに遅いのに。いや、本当に大好き。あ、これ動画になります。大丈夫ですか。ただ美味しく食べてるだけですけど。だって24時間後も同じ絵だよ、これ同じ絵だよ。全く描いてない。美味しいなっつって。まあ、内藤さんがいないぐらいで。俺ないんだ。俺しっかりないんだ。じゃあラスト1枚。おい、はい、うん、完食です。半分食べました。逆に我慢するのがね、苦しいでしょ、ここで。いや、本当止めたくない、このまま。はい、行きました。よっしゃ、1時間目クリア。そうだ、よく考えた。完食。あ、入った。全然いいです、時間内であればゆっくりで。そう、だってまだ10分経ってないんだよ。僕たちは休憩していいんで。うわ、自由時間です。幸せな企画だ。じゃあ一旦これで。はい、お疲れ様です。ちょっと休憩しましょうか。はい、はい、はい、やばい。え、なんでなんで鼻血出た。1時間に1回鼻血出す。ギブ。でも本当にギブアップした方がいいのかもしれない。ちょっと心配になるわ。あのね、本当冬にね、俺鼻血出るのよ。あ、だから乾燥して、うん、そう。じゃあこれは視聴者プレゼントで。やめてください。怖いチャンネルだな。2時間目です。はい、待ってました。おっくんは引き続きドミノデラックス、はい、KK がマグロ漬け丼、なっちゃんが野菜カレーで、僕がビビン丼。わあ、最高。うまいよな。うまい、うまい、うまい。じゃあ食べていきますか。はい、はい、いただきます。いただきます。いただきます。いや、皆さん味変羨ましい。ちょっと、うわー、ごめん。ビビン丼ってさ、マジ学生の頃めっちゃ行かなかった。めっちゃ食ってました。おいしい。何カレー。これは野菜カレーなんだけど、じゃがいもとかが重めかもしれない。お腹たまりそうですね。うん、早い、おっくん。うん、はい、完食。早い、ね、余裕ですわ。2杯目ですよ、まだ。え、2杯目だっけ。やっぱね、2杯目からはきつくなってくるね。まあ、カレーはきついか。まあでも、いけます、いけます、全然。木村さんは余裕ですか、まだ。いや、来てるね。ケイ君は余裕です。完食です。はい、まだうまい。うまいっすね。うん、いきました。うん、はい、うわ、漬けマグロ美味しそうだな。最高じゃん。完食。はい、普通のお腹いっぱいの食事にはなってきて、うん、確かに確かに、そうです。じゃちょっとまた1時間休憩しましょう。はい、はい。そう、まあ、この間にね、ちょっとこう体を動かすっていうのもありですから。いいっすね。ないの、家でできる筋トレみたいな。山ほどあります。これいきますか。この状態キープしたまま、うん、浮かします。うわ、きつそう。浮かして、うん、こっから1、2。あー、すごいすごいすごい。ちょっとやってみるわ。よし、お尻浮かした状態からスタートです。お尻上げる。足滑りますね、ちょっと。ダメじゃん。
無理だ無理だダメだやばい結構きてる全然減らんわ減らんマジで時間経つと逆にきついねそうっすね今さまだ2食だよそうだよ普通に食べただけですよね今行きましょう3食目ということで3時間目ですよっしゃやばいじゃんやばいえみんな大丈夫あーでももうお腹いっぱいぐらいになってまあお腹はいっぱい続いてが、はい、おくんが変わりますここではいこちらがうまそう炭火焼きビーフやったーうまそうで KK がネギトロ丼で内藤がなんとチキンカツカレーうわーきたーで僕がキムカル丼おじゃあ食べますか食べましょういただきますいただきますいただきますよしこれチキンカツが一番きつい気がするわ味変というよりも単純に増えてるもんねうんおわ出たええー、編集でどうなってます今おどっちだどっちだ編集でどうなってますM1 じゃないのよあ、これ3は難関だわ3ここポイントかもっすね、うん、みんなどうしちゃったんですか余裕余裕ええー、あら今3人がカシコスを見てるきつい人は後ずさりしていくシステムですか僕は完食ですあ、もういった早っ完食ねはい、完食うわー、いったごちそうさまでーす早いうんさった全然いいのよ、動いてダメだダメだって言ったあとこれぐらいですパカツがやっぱきついですよねお腹パンパンダッといきますおおおぉキンカツ完食おぉ3時間目全員クリア3時間目じゃちょっと休憩しましょうはいとりあえず奥君には行ってもらおう奥君には行ってもらおう俺ら次でギブアップするんだけどいやいやちょっと待ってくださいよ申し訳ないけど後半から奥君チャンネルになれるんだ後編は奥君チャンネルですごい登録者の見んじゃないそれはめちゃくちゃ嬉しいいけんのかお前らいけんのかいや監督みたいになってるけど行こう全員でクリアしようここいや一番きつそうだった一番きつそうだった4時間目ですいやーよーしゃべろーないな回復してないなさては僕は引き続き炭火焼きビーフはいで、僕がネギ塩豚肩ロース丼 KK がイクラウニ丼で内藤がこれ一番好きって言ったんですね豚しゃぶカレープラスほうれん草はいこちらですいきますかじゃあはいはいどうぞいただきますいただきますうん食べやすい確かにネギ塩いい香りするねプチプチがすごいわこれ今までさちょっと違うから、うん、気分転換なるただ、うん、今までよりちょっと海鮮臭さというか風味は強いですねえ醤油かけるもんねそうだ醤油かけてないもっくんどれぐらいお腹の量はまだまあ5分目ぐらい完食え早っあれは無理だよこれなんで決めつけんの限界を決めつけないで行こうぜみんなで行こういやー行きたかったなあとは死を待つだけだな違うじゃあもう決まってねえじゃんちょっと言うないとそのやっぱオルタナのみんなその負けず嫌いじゃんだから無理しちゃうのが良くないのよだからやっぱまず1回目誰か行かなきゃいけないじゃあ言おうせーので行きますよせーのどうせタイムアップなっちゃうよこのまま行ったらだからそのタイムアップ行く時まで食べてたいよねその食べてないでタイムアップはなんかプライドがね自分で言って潔い方かっこいいですよ本当にはいじゃあギブアップでやじゃあちょっと先に先々離脱しますちょっとねこれはもう見えない、まあ、カレーはちょっときつかったかもしれんね確かにじゃあ内藤ギブアップギブアップですいや潔い対決といつつね美味しく食べるのがいいですから俺たな全員で競ってよよし行こうオルタナあるあるまあ全然ねなんか他のことで気紛らわしてもいいしリラクゼーションマッサージとかするよおマジっすか、うん、胃を活性化させるツボとか教えてもらえたりしますかあいいっすお願いします
リセットのツボです、これは。おお、なるほど。何とやることがリセットされます。あ、マジっすか。あ、リセットされました。 OK、 ありがとうございます。よし、俺の名前って何？あそこまでしょうもないでしょ。ミニコントのツボです。ビッグアップ。まあでもちょっともう美味しく食べられる限界来たんで、ちょっとギブアップさせてもらいます。残りは2人に託します。お、まあ、まあ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 ちょっとまあ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 最低ギブアップも。おい、ちょっと、さあ残り4分。何やってんすか。じゃあ一旦、3人ギブアップということで、一気にここでか。はい、おっくんが何時間までいけるのか。じゃあおっくんはまたこの回が終わった後また答えましょう。はい、頑張れ、頑張って、頑張れ、頑張ります。頑張れ。どう、あとどれぐらい。いやピザまあ1枚は食べれる、だからあと2時間分はいける。じゃあその間にどのぐらい回復させられるかっていう。回復は無理だもんな。なんだ、ちょっとびっくりしてた。死ぬぞ。ということで5時間目、ありがとうございます。それが牛付きシェフ監修極上クワトロ、ここに来て、ここに来てありがたい。これははい、じゃあ開始です。ありがとうございます。5時間目スタート、スタートです。いただきます。はい、あ、おいしい。グラタンみたい。すごい、まだ全然いけそうな感じですね。これ何枚目だっけ。3か。これニンニクが効いててめっちゃ美味しいです。ニンニクなんだけど、うん、プライベートでピザ食べたいってなくなったもん。あ、本当ですか。うん、え、そうじゃない、渋谷は。まあ、食べることないね。ウーバーで頼まなくなってる、これは。一時期めっちゃ頼んだ。だけど冷静に考えたらまあ高いし、あんまこう自分で作った方が美味しくなってきちゃって。どうなんですか。うわ、ニンニクどこで食事しますか。これウーバーなんか、そう言われるとなんか恥ずかしいですよね。俺はもう一周終わったけど、なんかウーバーまだやってんのみたいな。そこ卒業したけどな、まだウーバーみたいな。と言われると嫌ですよね。ね、まだまだウーバーにやりたいっすよ。全然いいですよ、ウーバーも。え、いった。あ、クリア完食。じゃあまた1時間経ったら、残り消化して残り、はい、食べていきましょう。あ、じゃあちょっと休憩しましょう。はい、6時間目。いや、タイガーさんありがとうございます。ミックスピザを頼んでいただいたことである程度楽だと思うんで、食べやすいというかいろんな種類あるんで。じゃあ6時間目いただきます。スタート。でも2枚とか余裕で食いますもんね、おっくん一発で。うん、確かに。って考えたらまだ余力がありそうな気も。早いもんな、食べるのも。ちょっと隣で食べよう。お、すごい、ラスト。寝た、もう寝た。ラスト、おっくん頑張れ。ラスト、いった。すごいよ。すごいすごい。じゃあ次ちょっと休憩して7時間目いきましょう。もういい。じゃあ7時間目。はい、まあ残ってるやつだね、一緒のやつ。いや違うんですよ。あ、新しいやつ。新しいやつです。新しいやつでちょっともう全部見るの嫌だったんで、うん、半分にしてきましたけど。なるほどなるほど。新しいやつがプリプリシュリンプとふわふわオマールソース。おい、さっき4種類のやつまた一種類戻してきて終わらせようとしてるんですよ、もう。タイガさんも僕の好きな味なんですけど、ちょっとこれどこまでいけるかっていう。なるほど。じゃあいただきます。でもちょっとこの1時間、はい、なんか回復してないですね。急に回復力がこうゆっくりになってきました。ちょっといただきます。はい、これだけですよ。すごっ。怖っ。肩取った。そうなんですよ。有利ですね。ここまで来たら勢いですわ。でもペースこそ落ちてるもののね、こう俺らの最後ほどね、まだ顔が苦しそうじゃないっていう。ラスト。うわすごっ。うわー、いいね。来たよ、いいかもね。いいですか、これが僕の美味しく食べれる限界です。ギブアップ。これはね、もうちょっと1時間休んでももう半分食べれる未来は見えないです。すいません。それでも最後まで美味しく食べるのすごいわ。すごいわ。いや、美味しかった。すごい、最後まで美味しかったです。さすがおっくん。でも優勝おっくんです。やだ。すごいわ。ということでおっくんがすごいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。
疲労がすごくない？ちょっと特に内藤ね。内藤の最後の喋ってないなんかシャツも色落ちしたような髪型もすごいカツラ取った時内藤さん